振り返って。あ、全権番号2番、首藤氏和田さん、件名はアベルヘアデールテリアパトロール、
各店舗もう少し小回りでもう少し注意して、しかしながらダイレクト、それからスピーディー、評価は SM、金速と方向開始が遅いのと、それから開始してもやや方向が連続性に欠けると、呼ばれたら直ちにハンドラーのもとに帰った、評価はグーと、ヘルパーの逃走阻止、待機地点への移動は従順であった。しかしながらヘルパーの逃走に対してもう少しエネルギッシュに片袖を捉えて、エネルギッシュなグリップを見せて、それから、力強い筋速を見せなきゃ、全体的にちょっとエネルギーに欠ける、評価はベフリーディゲント、筋速中の攻撃に対する防御、攻撃に対して今回はエネルギッシュに、そして正しい片袖を捉えた、グリップは深い硬い、そして静かである、話す行為は明確、しかしながら筋速をもう少し、注意力はあるんですが緊張感のある、緊迫感のある、背面護送、正しい距離、ヘルパーに対する注意力もある、評価 V、背面護送中の奇襲に対して直ちに、そしてエネルギッシュに片袖を捉えた、この時のグリップは深い、硬い、そして静かである、話す行為は明確、筋速の場面においてもう少し緊迫した緊張した表情で筋速を行うように、側面護送に関しましては問題ございません、評価グーとプラス、ヘルパーが遠距離から攻撃、それからグリップは静かである、話す行為は明確、そして筋速は注意力があった、評価はベフリディゲント、筋速中の攻撃に対する防御、攻撃に対してエネルギッシュに今回は片袖を捉えた、グリップは深い硬い、あ、ごめんなさい、グリップが少し浅いのとやや落ち着きを欠いた、話す行為は明確、それから筋速はもう少し、緊迫した表情で、それで側面護送に移る際ですね、若干落ち着きを欠いた、評価はグート、総合得点は TSB アウスケープレクトグート83点。